ラブバイツは日本のヘビメタルバンド。2017年にメジャーデビュー。わずか1年余りで海外にも進出し、ワールドワイドな活動を展開。2021年8月17日の美穂の脱退に、伴い現在は活動休止中。2015年7月18日、ジストロスが活動休止に入ると、ジストロスでベースを担当していたミホが先に、 ジストロスを脱退していた春菜を誘い、新しいバンド結成に動き始める。二人は、プロの作曲家のデモテープで歌っていた、浅見の歌を聴き、連絡を取り、浅見は三人目のメンバーとして加入。2016年6月15日、美穂と春菜の新バンドの名前が、ラブバイツと発表され公式サイトが開設。6月29日に、 緑の加入とサポートギタリスト、ミヤの参加が発表。11月18日、渋谷ツタヤ・オー・ウエストで開催された、ガールズバンド・ネクスト・ジェネレーションに出演、ラブバイツ初お披露目となる。日本の大手レベル、ビクター・エンタテインメントに所属する。バンド名、ラブバイツは、米ハードロックバンド、ヘールストームの楽曲、ラブバイツに由来している。二千十七年四月十八日、 YouTube で Don't Bite the Dust のメガボルトを公開。5月24日、セルフタイトルの1ショートトン EP、ラブバイツ e p で、ビクターからメジャーデビュー。8月25日、サポートギタリストとして参加していたミヤが正式なメンバーとして加入。その後、ミヤ子コに改名。10月25日、ファーストフルアルバム、Awakening from Abyss をリリース。 11月24日から25日、イギリス最大の日本文化、イベント、ハイパージャパンクリスマスのステージに出演。初の海外公演を行う。11月26日、ロンドンの老舗ライブハウス、ザ・アンダーワールドで公演を行った。現地の音楽関係者も多数集まる。2018年6月6日、セカンド EP、バトルアゲンストダムネーションをリリース。 6月18日、英国のメタル雑誌、メタルハマー主催のアワード、メタルハマーゴールデンゴッズ2018にて、ラブバイツがベストニューバンドを受賞。8月4日、毎年ドイツで開催される世界最大級のメタルフェス、ワケオオープニアー2018の WET ステージに出演。1万人規模の会場がほぼ満員状態となる。このステージを見ていた。 メタルレーベルの超名門、ニュークリア・ブラストのスタッフがラブバイツにオファーし、参加のアライジング・エラストと契約を結ぶ。8月10日、イギリスで行われたメタルフェス、ブラッド・ストック・オープニエアーのメインステージに出演。8月20日、ラブバイツが英国ブッキングエージェント業界の最大手の一つ、X ・レイ・ツーリングと提携したことを発表。 11月13日から21日まで、オランダ、ドイツ、フランス、イギリスを回るツアーを行う。2019年3月21日、日本に初上陸したダウンロールフェスティバルジェープで、米国バンド、ヘイルスタムのステージに、アサミが飛び入りし、バンド名、ラブバイツの由来になった、楽曲、ラブバイツを歌う。3月23日から25日、 スウェーデンのメタルバンド、アーチエネミーの中国ツアーにサポートアクトとして参加。23日は、上海。25日は、北京で出演。6月15日、英国、ドニントンパークで行われた、メタルフェス、ダウンロールフェスティバルに出演。6月22日、ベルギーで行われた、メタルフェス、グラスポップメタルミーティング二千十九に出演。六月十九日、 スペインのマドリードで行われたダウンロールフェスティバルマドリッド2019に出演。7月10日、初のライブアルバム、ドーター a オブ・ザ・ドーン・ライブ・イン・東京2019を発売。8月17日、初のサマソニ、サマソニ2019東京に出演11月2日から14日、イングランド出身のメタルバンド、ドラゴンホースのハーマンディのオファーにより、ドラゴンホースの UK ツアーに同行し、サポートアクトとして11都市公演を行う。12月2日、ヘールストームの来日ツアーにサポートアクトとして出演。2020年1月10日、シンガポール公演、会場、ハードロックホテル内、ザコロシアム1月26日、BFM のパワーロックトゥデー、リスナー人気投票グランドカウントダウンでラブバイツが2019年年間王者になる。 1>, 1月29日、アルバム、エレクトリック・ペンタグラムが発売。2月19日、初のシングル、ゴールデン・デスティネーション発売。2021年8月17日、ミホの脱退及びバンド活動休止が発表される。ザ・ラブ・バイツ・ EP、CD、12バイナル、バトル・アゲンスト・ダムネーション、CD、12バイナル、グローリー、グローリー、 To the World, CD, CDDVD, CDCD, Awakening from Abyss, Awakening from Abyss, CD, CDDVD, 12バイナル ,Clockwork Immortality, Clockwork Immortality, CD, CDBlu-ray, CDDVD, 12バイナル ,Electric Pentagram, Electric Pentagram, CD, CDDVD, CD プラス 2CD12 バイナル Daughters of the Dawn Live in Tokyo 2019 2CD5 of A Kind Live in Tokyo 2020 2CDHeavy Metal Never Dies Live in Tokyo 2021 2CDDaughters of the Dawn Live in Tokyo 2019 DVD Blu-ray5 of A Kind Live in Tokyo 2020 DVD ブルーレイ、アウェイクアゲイン、ライブフロムアビス、DVD、ブルーレイ、ヘビメタネバーライズ、ライブイン東京2021、DVD、ブルーレイ、ゴールデンデスティネーション、CD、CD ペンダント、12バイナル、メンバー、ありがとうございます。